さあ、ヒーローズストラ、今日もやっていこうと思うんだけど、今日はエピックレアのエルドラゴン使っていこうと思うんだけど、こいつがまたね、使いづらいね。一言で言うと、本当にこいつがエピックレアなのかって言いたいぐらい、ちょっとどうなんだろうって思うんだけど、まあそのどうなんだろう具合をちょっと今から見せつけていこうと思います。さあ、1戦目。こいつはね、まず近距離だね。超近距離。こんだけしかまずね、届かないんだけど、でもこれを、貯めるんだよね。貯めていくにつれて、飛距離が伸びると。で、こういう風に障害物を、通常攻撃で障害物を壊せるっていう。で、飛距離もちょっと伸びるっていうね。まあ、でもこれがね、まあ、この距離、ドーン。火力はまあそこそこ。そこそこっていうか、まあ、あんまないね。あんまないよな。通常技で障害物壊せるの強いよね。っていうぐらいかな。しかもこれ当てにくいしね、これ。相当当てにくい。どれ作ろうかな。タイマーボムですか。で、超技は結構面白いよ、これ。超技面白い。ただ、果たして強いのかどうかって言われたら、わからない。あれかな、シャイニングスター、取られた時に強いのかなっていう感じで。そんな感じで。まあ、これで近づいてタイマーボムっていうのがまあ無難かな、一番。うわ。遠くからメガリーショー撃たれた。まあ、あんまりレベル上げてないから、てかエピックレアって育てるの大変だから、ゆえにちょっとね。あ、これリング使うか。リング作るか。リング作るの、これ超技、リング作ります。で、その中で戦うと。やめて。俺のサポートして。見てるだけっていうのはちょっとやめてほしいんだけれども。まあでもスター取られてないから。で、あのリング中ね、なんと自分抜け出すことできます。ダッシュとかで。ダッシュの技使ったりすると。これ大丈夫か？タイマーボーン。あ、やばい、死ぬ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 。これどうしよっかな。残り5秒ですよ。リング作る？リング作ったら強い。え、マジで言ってんの？マジで言ってんの？これ。重くそボコられた。で、取られた時に、宇宙人かな？宇宙人とリングでタイマン張れば、まあ、取り返せんじゃねえのっていう。あ、これ大きい。22対30。これリング張ってみるか。あー、抜けられちゃった。抜けられちゃったっつうか、俺がうまく張れなかったリング。実際このキャラね、近くでタイマン張るっつってもさ、こう殴ゲージがたまんないと殴れないわけよ。ってことはだよ、一発撃つのにも割と時間かかるんだよね。だからなんかどうなのって思うんだよね。近距離強いのかって思っちゃうんだけど。そんなに強い風に思えないんだけど、打ち合いで負けるんだけど。だからあれかな、壁壊すのが強いってぐらいかな、これ。いまいち強みをあんまりちょっと理解できてないっていうね。あ、これやばい。これや、こいつ、これうまいな、困るな。近くで張られると困るな、これ。てか、基本的にメタられやすいよな、この能力って。あ、こいつが持ってんのか。ここでリング張るか。で、タイムボム。でも、遠くから撃たれて死んじゃうっていう、これね。この悲しみね。相当厳しいですよ、これ、現実は。現実は相当厳しいです。1回戦から負けるか、これ。うわー、あ、点差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 。これ、あと3点差、あと3点差。なんとかならんか、これ。なんとかならねえか、これ。うっす、マジか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 。あ、無理っすね。普通に負けた、1戦目。厳しい、しかもって、俺もやべえな、これ。全然活躍してない。使いやすさで言ったら、5世の方が強いかもね。これ、あれかもしんないな。普通にチーム組めば強いキャラかもしんないわ。仲間と打ち合わせして、今俺リング張るから、みたいな。で、それでリング一緒にみんなで入ろう、みたいな。で、3対1を作るとかね。そういうことができたりすれば強いね。ドン。
んまり火力もないしな。困ったもんだな、これ。どうやって戦っていけばいいんだろうな。ドーン。当たんないんだよな。ギリギリだと当たんないのか。やばい。ショットガン。え、なんか全然体力削られてないんだけど、300しか当てられてなくない？今。あれ？俺の攻撃弱くない？これ。大丈夫か？ため打ちアタック300ぐらいしか減らせてなかった気がするんだけど。300ってあのデストロイドのボール一発分ぐらいだよ。リング張ります。で、リング張ったら、なんか、お、場外乱闘じゃん、今完全に。野じ馬からのロケットランチャー。あー、300ぐらいしか削れてないわ、これ。ため打ち、これやーば。弱ー、これ。はあ、マジか。障害物壊せるのが強い。以上。っていう感じか。これは、ちょっと近距離弱いな、じゃあ、逆に考えると。やばい、これ死ぬ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 。なるほど、どうすればいいんだろうな。これ、ため打ちで近づいて、そっから、一発殴るにも時間かかるでしょ？ちょっと難しいな、これ。状況としては最悪ですよ。あ、やばい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 。こっからリング、あー、ちょっと待って。きわどいな、今の。ため打ち攻撃が、なんか、効かなかった、今。ためてたのにな。これ、今日、一回も勝てない可能性あるな。単純に。単純に今日勝てない可能性全然あるわ。弱すぎる火力なさすぎるなこれ。どうすりゃいいんだこれ。きちいな。タイミングいいな。うわ、これ厳しい。逃げる、これは逃げる。27対21。頑張んないとまずいな、今日は。いつも以上に頑張らないと。今のデストロイドか。デストロイド交換があるの使いやすいな。逃がさねえぜ、3対1で。誰が逃がすか。まあ、星1つしか持ってないんだけどね。星1つしか持ってない相手を3人でリンチ。これは近づけ。お、単純に仲間が強いっていう説を提唱したいわけだが、今。当たんねえな。これどうしようかな。近づいてタイムボムかな。もうそれぐらいしかないかな。あ、俺死んだらまずいな、これ。まあ、普通に、スターも持たず、何事もなく、スター持ってしまったがために、あの、一人、戦線から離脱したのがありがたかったかなっていうところで、俺、一人ぐらい倒したかな。二人倒した。いや、二人倒すので精一杯だわ。さあ、三戦目。今日はもうこれで最後にしよう。泣いても笑っても。あんまり俺、このキャラの強みが分かってない。結局、リングでみんなでボコろうっていう説なんだろうけど、でもさ、リング外からの攻撃が入るってことはさ、それ、すなわちさ、微妙だよね。それすなわち微妙だよね。相手を逃げられなくさせるっていう点だけど、一方でやられる可能性も全然あるわけで。ちょっと待って、これ取るか。ドン。パンチ。弱いな、このパンチ。3発ぐらい殴ってゲージ全部なくなるならいいけどさ、これ1回1回でしょ。いや、 0. 点何秒ぐらいだこれ。 0.5 ぐらいかかってるよな、1発たまんのに。これ仲間がすんごい強いわ。これ仲間が強い。これどうしたのこれ。あんたどうしたのこれ。ちょっ
ちょっと強いわ。火炎放射器欲しいな、俺も。ちょっとこれはやりすぎたわ。やる必要なかった、今の。でもやる。あえて。リングスにするか、リングス。リングス強化。序盤本気出してもあんま意味ないんだよね。この距離どうしようもできないんですけど。俺たちではどうしようもできない。で、タイムボム。逃げられなくする。リングタイムボム強いんですけれども、それは強いんですけれどもね。タイムボム強化した方がいいか。でもそれってあれよね、このキャラの強みって感じしないよな。タイムボムが強いっていう話にしか。タイムボムもう3、レベル3まで上げたいな、これ。あ、もうすぐ来ますよ、シャイニングスターが。これはね。なんとかならんもんかな、これ。無理っすね。無理っすね。びくともしてないわ。うわー取れちゃったか。18対15、接戦です。お、ナイスナイスナイス。普通に強い。タイムボムを強化して、で、これリングスでしょ？あ、待って、リングス、リングス作れなかった？なんだ？うわー作れなかった。タップミスかな？やばい、逆転した。逆転された。タップミス起こるな。大事な時ね。チャンス×。これは際どいっすよ。これまた負ける可能性ありますよ。せめて2勝1敗には持っていきたいんだけど。せめてもの。35対36。33対4。ここは、お、強いな。いやー、これ殴るにしても。うわ、逃げられた。これはやりすぎだな。さすがに俺はやりすぎだわ、これ。自分の陣地にいると回復するんだよね、体力が。だから殴り合っても意味ないっていう。0.5 秒で300ダメージっていうのが、5世の方が強くやっぱ思っちゃうな。うわ、やばいやばいやばい。これもちょっと際どいかな。タイムボム。倒した。取ってほしい。なんでそこで逃げるんだろう。さすがボット。取って、取って、取って、取れよ、バカ。あ、取った。ありがとう。なんでじらす、俺を。俺をじらすな、ボット。